かというと、一言で言えばあのジャパニーズミュージカル With マスクなんです。捨て方観世流能楽師レイヤー陽子です。そこに友達が連れて行ってくださって、で一緒に見たんです、初めての。その時に、まあ、役者が出てきました。でもう一人出てきました。そこでもう本当3分以上数分と止まって見合ってるだけなんですよ。なのになんかこうなんかすごいエネルギーがぐわーっと二人の間に湧いて、それが私たち観客の方までも来て、私も電撃ショックで動けなくなって、これは何だとかって思ってしまって、で一つその能で大切なのが、生きている人と死んでる人が交わることができる芸術なんですね。成仏できない霊が現実のお坊さんに私を癒してくださいって来るんですよ。というのも死んだ人は天国に行きたいんですよ、成仏したいんですよ。でも成仏できない、何か思いが残っている。舞台に上がる、玄人としてプロとして舞台に上がるっていうのはやっぱ70年以前はいなかった。例えばおじさんが女の人の面をつけても声色は変えないんですよ。なぜ今能で女性で成功してるかというと、能ってまあほとんど動かないんですけども、内面を想像するような芸術なんですよ。この人こう考えてるのかなとか、なんかそういう自然を思い出す、自然との交流とか、そういう五感をすごくフル六感、第六感とか、そういうものをフル活用させるその世界が能にあるので、自分自身のこのルーツ、人間としてのルーツ、自然なルーツを思い出せる